はいどうも、ネングシューターと申します。信長の野望波動。今日はですね、施設開発をちょっと振り返りましてね、来期の考察をいたしたいと思います。もう27日、明日には放送がありまして、その次は新しいシーズン。早いものですね。もうね、来期のこと考えなきゃダメですよ。さすがにね、余計なお世話だなんて言われてますね。みんな言ってますね、私のことね。はい。今年の山も本に綺麗だこと。今年の山も本に綺麗だこと。そろそろね、怒られちゃうから。さあ、施設ですね、皆さんどんな感じでしたでしょうか。まあ大体の流れで言いますと、屋敷レベル19をね、みんなでもうとにかく最速で目指して、小判も使うわ何もやるわってね、アイテム使うでガンガンやってきたと思うんですよ。でも振り返ってどうでしょうか。急いで19にしてね、 S の拠点を取った人、取らなかった人、いろいろいると思うんですよね。ほぼ S 拠点に向けてスタートダッシュしたの無意味じゃなかったですかね。まあ S 拠点取って無駄はないと思いますけどね。木材産出上がったり、ちょっとだけ上がるんですよね。しかもね、このちょっとだけしか上がらないっていうのが またミソなんですよ。まあ急ぐ意味はあんまりなかったかなーって私は振り返ります。はい。後からでも余裕で戦争してりゃね、取れるし、むしろ取らなきゃいけない。まあそう考えると、早めに S には達してないと、戦略上ちょっとね、戦力にならない場合もありますので、達していくことはもう間違いなく必須なんですけども、問題はですね、もう19以上に上げる必要がなくなってしまったということなんですね。で、舞台はなんか上げまくって30ぐらいの人のスクショ見せてもらったんですけど、まあもちろん舞台5になるわけでもなくっていう感じですね。だから来期これが舞台5があるよってのを教えてくれるかどうかなんですよね。あるかどうかではなくて、教えてくれるからなんですよね。教えてくれないと上げに行かないわけですよ。19でみんな止めると思います。そうなっちゃうわけですよね、シーズン制だから。だから今のところ、屋敷もレベル19でストップですね。今のところ出てる情報では、屋敷はレベル19ストップということになります。で、屋敷も含めて他の施設もほぼ上げないで、ですね、動線に変える日々を過ごしております。もうね、終わりが発表される前から、もうぼちぼちこれコストに見合わないよねっていうね、この材木商とか結構かかりますんで、一つの項目につき60万とかかかるものを注ぎ込んで、それで増えるのが1時間あたり400とか、これ多分コストをペイできないんじゃないか、さすがに、というところでですね、上げてない人もね、多数おられると思います。僕で、17から19ですね、資源は。そんな感じで余りまくった資源の時短ですね。資源の時短じゃなくて、あ、建設の時短ですね。建設の時短すごいよ、もう余りまくりよ。15分建設短縮167とかね。まあそんな感じになる。どうなんでしょうね、来期の設計的にもそうなるのかというところなんですが、じゃあどこまで上げていけばいいのかっていうところなんですよね。まあ屋敷が建てられるところですね、探っていってっていう、そこに釣られてっていう感じになるのかも分かんないですし、もうおそらくですね、武将の方が強いんじゃないかなと。武将での能力で上げた方が結構強そうなね、気がしてならないんですよね。これ小早川なんか入れとくと、もう 8.6% 上がってますからね、政治400もいけば。プラス夜勤3で38% 上がりみたいな感じですね。だこれがもっと成長していくと 100% 上がりとかになって、2万、時間2万を超えていくわけですね。武将の力だけで倍になるという感じになるかなと思われます。まあ次のシーズンどうですかね、次のシーズンどこまでいくかな。まあ今シーズンで結構もう SSR800 ぐらいは割と貫突もう見えてる方多いと思うんですけど、だから次のシーズンで850の貫突がかなり
もう見えちゃってほとんど貫突しちゃってみたいな方が増えてくるかなっていうレベルでしょうかね。まあそれでどれだけ上がるんだって話なんですけどね。で SR がどんどんいなくなると思うんですよ。僕もうこの SR とか本当ね、代役で入れてるだけで全然育ててもいないんですけど、これが全部 SSR である程度育てたものに変わるんで、だいぶここの数値は上がっていくと思いますね。で里防御だけちょっとね気にして僕入れてますけど333、まあこれ装備とかもちゃんとすればもうちょっと上がりますけども。で里防御に関してね、軍事こちら石垣僕19まで上げました。ほとんどの方が18で止めてますね。僕は19まで上げてもうさらに上げようと思ってましたけどね、シーズン終わるって言われるまでは。はい。でちょうど戦争もねいいとこで停戦入ったんで上げるのやめましたけども、これはねもう配下金で結構戦ってる人は5万とか普通に超えてますし、石垣はもうガンガン上げなきゃいけない分野だと思います。戦争やる人は、農民の人はいりません。はい。で矢倉は里攻撃なんですけど、これ三国志波動も同じだったようにあまり攻撃を与えてくれません。なのでこれ頑張ってあげてもしょうがないかなっていう感じですね。そのくせちゃんとねあの資源は持っていかれるんで、これはまあ最低限かなと、そういう印象ですね。もうこの先もっとダメージ上がるんだったら上げた方がいいと思いますけども。はい。で兵舎に関してはこれ上げた方がねいいと思います。私ね18でもまだちょっと少ないですね。これも石垣と同じように上げていきたいですけど、まだ石垣の方が重要かな。もう石垣のねこの3000プラスされるだけ、1レベル上がって3000、これがねかなり大きい。うん、1万違ったらかなり違いますね。もう怠慢状態でやればね1万違えばもう確実に勝てますし、まあ、特に守り側有利ですね。上げておけばやられる側は何回もね出せるわけですから、やられる側は中トンというか遊撃とかね。でアップデートが当たって空白地とかでも守りを出せるようになるというので、これはもう次のシーズン上げた方がいいですね。石垣、そして兵舎、これは上げた方がいい分野ですね。で結局この資源を動線に変える市場とか、資源を使って建て替えて産出量を増やすこの水田とか材木商とかいうのはシーズンの終わりが見えてくるともうコストがね上回っちゃうんで見合わないものになっちゃいますんで、かけたコストの割にっていう風な感じになっちゃいますんで、これちょっとねどこまで上げればいいかっていう感じですね。まあ、今シーズンで16までなんで16でいいんじゃないかなって気もしないでもない、同じ長さでしたら。はい。ただ来シーズン何が違うかって、小生ランクですね。武将の小生ランクが違う、要は武将の強さがもう部隊の強さが違うから、ちょっと戦闘とかね、族狩りがまずやりやすいか、族狩りがやりやすいから、一門レベルも上がりやすいっていうところが予想されますね。あと何が違うんだろう、調整ランク。あ、一応まああれか、この産出も高い状態では始まるのか、一応ね武将の分は。あと調達は関係ないですしね。あとはですね、まあ早いうち一門レベルは上がるのが早いと思うんで、工場船が早いうち行けるようになりますよね。で CBA と取るのも早いということになる。でおそらく対人戦は最初からですね C 城でも B 城でもおそらくやるでしょう。ただ兵科レベルか、兵科レベルだけが上げられないのか。なるほどね。で施設と同じように兵科レベルと、玉鋼、あとは武将か、武将の生産品の武将、ここら辺がですねこの銀のね、持ってる銀の量で決まっちゃいますんで、まあ、玉鋼全力ね買っちゃうと結構この武将を買えないんですよね。武将買えないし兵科レベルは上げられないんですよね。兵科レベル僕今期ねこんなもんでした。騎馬だけ22まで行って、で一回間違えてこの25まで買っちゃって、間違えて最大押しちゃって、これがね失敗で、これがなければ足柄も20とか行ったと思うんですけど、まあこんな感じでしたね。
なんか人によってはね、結構もっと偏った感じでね、弓馬だけあげるでいいんじゃないかみたいなね、理論を言ってる方もいらっしゃいますけど、いやどうなんでしょうね。なんで足軽じゃあげちゃいけないのっていう話になるんですけど、それぞれの陛下三すくみで特徴があるんで、それぞれあげた方がねいいとは思うんですけどね。まあ尖った肺下筋の人ってその三すくみを破れちゃうんで、だから馬でいいっちゃいいと思うんですよ多分。強さで言えばだから三すくみを破れちゃうから。でも普通の人って普通にね、持ってる武将のバランス見て、まあ弓を全く武将持ってないってんだったら弓とかいらないでいいと思うんですけど、まあバランスよく僕は上げた方がいいと思うんですよね、陛下レベルはね。まず20を目標に僕は上げていこうかな、来期はと思っております。まあ全部ね。ただ元就がね、今期で星2で終わるんで、おそらくこれ来期取れるかどうかなんですよね。あと新しく出てくるやつもありますしね。まあだからいろいろ考えると結局平均的にやった方がいいかなっていうふうには思っております。はい。だ施設に関してまとめますと、来期もですね、資源はある程度のとこで止めていいんじゃないかなとね。でよく見たら僕石切り場だけ19まで上げてますけど、こんなにいるかなっていうね、気がしないでもないですね。建築をしなければあんまり資源が足りないと思わないんですよね。建築をするから資源が足んないわけで、もう変な話、戦争やってればね資源入るんですよ。領地を取りまくるんで、相手の領土を取ったらね、まあ、2000とか1万とか入ってきますから、建築しなければ別に普通に資源はあるっていう状態なんですよね。まあ、ただ米だけはなくなりますけど、米だけは掘らないといけないんですけどね。で軍事で言うと、兵舎と石垣は開けた方がいいね。石垣本当今期で43,000、まあほとんどの人が4万のところ4万3000で、まあこれぐらいじゃ高いとも思わなかったけど、来期はもっとやんなきゃダメでしょうね。これね、破壊力が違うんで5万6万は普通に行かないといけないかなっていう、ここはレベル上げないといけない。石垣はで弊社もそうですね、弊社ももっと上げないといけないかなと思いますね。まあでも石垣ほどじゃないかな、重要度は。石垣はほんと破壊力が上がりまくるから、いけるんだったら8万ぐらいまでやんないと、もう普通にポコーンって多分先方発動一発で飛んじゃう可能性ありますからね。はい。で文化は、市場の冷凍を気にして過ごしていましたけど、今思うとシーズン終わりが見えちゃうと、もう冷凍別に気にせずやっちゃった方がいいかなっていう気がしないでもないですね。そう思いました。だから来期も別にここは気にしなくていいかなっていう、文化ね、市場道場いうふうに思っております。ただ屋敷のこと考えて最低限ですね、上げていった方がいいかなと。で見通し屋敷19、まあ、舞台5が解放されそうな気がしないでもないですけど、発表がないんで今のとこ19という感じでしょうか。さあ今回の考察させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。グッドボタンよろしくお願いします。押してね。また行こう。